先ほどの都立病院公社病院の問題については、今日の午後私は駒込病院を視察してまいりました。その駒込病院の前でもやはりずっと一貫して独立行政法人化に反対する市民の皆様から話を聞いてまいりました。告示日の午後には大久保病院、公社病院の大久保病院にも行ってまいりました。本来ならばコロナ対策を強化する第2や第3波を予想して対策を強化するには本当は都立病院、公社病院の抜本的強化が必要なんです。ところがそれを実質的に民営化する独立行政法人化を小池さんはさせようとしている。これは昨年12月の都議会で所信表明で述べたようです。私はコロナ感染症が拡大する中でてっきりその方針は撤回するだろうというふうに思ってたんですけど、今年度に入ってもずっとその方針を続けている。コロナ感染症患者を7割を受け入れているのが都立病院、公社病院なんです。そして民間病院がコロナ感染症の患者を受け入れると一般外来の患者さん少なくなります。病院経営が赤字になります。そして病院そのものが維持できなくなっているんです。だから感染症第2や第3波に備えるというならば当然都立病院、公社病院の独法化は中止すべきです。中止するだけではなくてむしろ強化する必要があると思います。本人の命や健康を考えれば当然そういう政策が出てくるはずです。